どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。ですね、今回の動画はちょっとねブルーな感じです。私だけが、はい。まあ見てる側からしたらね、ざまあ見ろお前、ざまあ見ろって感じだと思うんですけども、クラン戦、今回負けてしまいました。見てわかる通り攻撃回数は60回、今回の試合のですねマッチングは30対30ということで、こちらのクランは全員が2回攻めたっていう、まあ、計算というか数字ですよね。それにもかかわらず、まあ、負けてしまったと。その範囲はですね、いや私にあるんです。本当にこればっかりは今回の範囲は本当に僕です。まあ見ていきましょう。まずですよ、まず進撃の起用下が星3を取られている。どういうことっすかこれは。まあそんなこと言ってもしょうがない。今回の動画は、まあ、星3取られてしまって、まあそうですね見ていきましょう。はい、リプレイ。まずですね、配置、ちょこの一時ストップでその機能めっちゃいいですね。まず配置から見ていただきたいんですけども、まあちょっと、まあタウンホール9ということもあって、フィールド全体に広がる配置にしてるんですね。そしてなおかつ、まあ、ドラッシュではなくて、まあ、ドラッシュの、まあ、時間切れを誘うような感じ、なおかつ、ホグ対策もしているので、まあいいんじゃないかなとか思ってたんですけども、いやそうではなかった。まずですね、この手の配置はですね、クラッシュオブクランのですね、情報提供されているクラクラチャンネルさんっていう、まあチャンネルがあるんですよ。その方のですね動画を拝見させていただいたんですけれども、まあそのフィールド全体に広がる配置、まあ、クラクラチャンネルさんのここも言っているんですけれども、そのメリット、広い点のメリットっていうのは、やはりその時間切れを狙いやすいだとか、まあ要するにそういうことですね。時間切れを狙いやすい。まあデメリットは、その防衛の、その攻撃の密集度が低くなってしまうということなんですね。まあ要するにその守れる範囲が、まあ、広い分ちょっとね範囲が狭くなってしまうので、まあちょっとデメリット。さらに今回の私の配置、ちょっと待ってください、マップに一回戻っていいですかね。この配置をですね見ていただきたいんですけれども、今回重視した点っていうのは、このクランの城から援軍を釣り出すことができない。いや、できるんですけれども、釣り出すことができるのはおそらくラバハウンドのみですね。ラバハウンドのその対空砲重視を利用した配置、釣り方じゃないと釣れない配置。まあ、一般的なジャイであるとかバルーン、そして、ホグライダーで釣れない配置にしたんですけれども、まあ、今回、その、まあね、こう長ったらしく喋ってきましたけども、すいません。本当すいません。まあ、リプレイやりながら、まあ、ドラッシュなんですよね。結構面出しですね、これ。結構一点に出すというよりは、もう、ドラゴン全体がサイドカットをするような、まあ、サイド、前線を上げていく攻め方ですね。こういう、やっぱ大きい村にはこうした方がいいのかなっていう気もしますけども、まあ、ここで援軍が出てきました。基本的に私の場合も、そのドラッシュの時に援軍は一時釣り出したりはしないので、ちょっとね、この盲点というか、ちょっと頭回ってなかったっすね。ちょっといつも自分ドラッシュで援軍処理しないのに、なんかされてうわーみたいな。はい、ちょっとこれちょっとね辛いっすね。やっぱりもうなんかもう惨敗ですよね。この方はターンホール10ですね。ターンホール10の方で、まあ、クローバルやら、レベリオンドラゴン、まあ格上から攻められているので、まあなんとも言えないっていうか、まあそう言い訳ですけども、まあなんとも言えないですね実際。いや、しかしながらこれはやばい。まあだってドラゴン5体残ってますからね。11体中14体ぐらいかな。ちょっと星3取られちゃいましたっていう動画でした。やっぱり広い配置は時間切れを狙うことは厳しいですね。やっぱ広い配置はやっぱ私は他の配置に戻します。はい、次回ぐらいになると思うんですけども、タホール9のめっちゃおすすめのクラン戦配置をですね紹介しようと思ってます。そのクラン戦配置はめっちゃ私が長く愛用してきた、長くっつってもまあ
5回ぐらい4回ぐらいのクラナ戦で、まあ、結構活躍していて、星2以上取られたことがない配置なんですね。あ、前回取られたっけな。まあ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 、本当に星1が基本なベースを紹介したいと思います。まあ、なんか次回予告、次回予告です。はい。ということで、まあちょっとね、星3取られちゃいましたね。っていう、ただの、あれ、まあ広いベースの、まあその、星3取られ、広いベースでも星3取られちゃうよっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。